こんにちは、スピリチュアリストののりです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は以前から多かった質問にまとめてお答えしますっていう形で、投資とか備蓄について話してみようと思います。何件か似たような質問をいただいてるんですけども、例えば、今いろんな方がこれから、地震が来ますとか、もう温暖化で大雨が来ますとか、こういうことをいろいろ言ってるんで、やっぱり食料とか備蓄をした方がいいんでしょうかとか、あとはハイパーインフレが来るとか預金封鎖されるとか、こういうことを話されている方も多いってのもあって、資産防衛のために投資をした方がいいのかなとか、あとはこんなのもあったんですけども、住宅ローンを今現金で一括で返済した方がお得なんでしょうかねとか、あと反対にローンが返せなくなったらどうしようとか、そういう方もいたんですね。で、私自身はもう未来のというか将来の心配はもう何一つないんですよ。で、日本はそもそも地震大国ですし、遅かれ早かれ地震はやっぱ大きい地震来ると思うんですね。で、気象バランスも狂ってきてるんで、局地的な大雨とかも、これからはもう当たり前のようにもう起きてくるというか、もう今起きてるんですよ。で、要は異常気象がもう今当たり前のようになっちゃったから、だからもうこれは異常気象ではないってことなんですね。で、あとはこういう時代の転換期っていうのは、過去の歴史を振り返ると分かるんですけども、結構いろんなことが同時に起きたりするんですよ。例えば第一次大戦の時は同時にスペイン風邪も流行って、でもう5000万人とか1億人とか、これもう正確な数わからないらしいんですけども、それぐらいのもうすごいたくさんの方が亡くなられたっていう、そういうデータがあるんですね。で、将来がいろいろ不安だから、この備蓄とか投資とかの話がもう今いろんなとこで話題に上がってるみたいなんですけども、ただこういった質問にお答えするとなると、備蓄をするかどうかとか投資をするかどうかは、もうそれは各々で好きに決めていいことなんで、もうご自由にどうぞっていうのがもう私の答えなんですね。ただこれだと今日の動画ここで終わっちゃうんで、私の考えをお話ししますね。これはあくまでも私はこういう考えだからこんな風にしてますってだけで、皆さんもそうしましょうねってことじゃなくて、自分が私はこうしたいっていう選択をするのがいいと思うんですよ。で、まず備蓄についてですけど、私自身は特に備蓄ってほどの備蓄はしてないんですね。と言っても、私もともと料理とか全然できないんで、あと全然デブ症なんですよ。だから、もともと冷凍食品とかインスタントの食品をちょっと多めに買いだめしちゃうタイプなんですね。で、仮に今から何かの災害が起きて、このスーパーから食べ物がバッて消えたとしても、私の場合はもう自分だけなら2週間ぐらい食べるだけの備蓄は、もともとそれぐらいの買いだめをするタイプなんですね。で、もともと私1日2食しか食べませんし、もう少ない時だと本当1日1食なんですよ。で、食べる量も皆さんよりもだいぶ少ないと思うんで、簡単に言うと燃費がいいんですね。で、備蓄に関して言うとこんな感じなんですけども、要は未来に対しての心配っていうのが、ないんですよ。何か起きたとしても、なんとかなるだろうなってすごい楽観的に考えてるんです。で、もちろんこれは以前からも話していることなんですけども、私も昔はすごい心配性な性格だったんですね。で、10年以上くらい前なんですけども、もうその頃はもう本当にネガティブ気質でしたし、いつも愚痴とか文句ももう言ってたんですよ。ただ、
精神的なことを学び始めてからはそういうのが良くないなって分かって、もう何でもプラスに考えるようにこの自分の性格を変えていったんですね。そしたら本当に人生がどんどん良くなってきたんですよ。で、今はもう完全にプラス思考になっちゃいましたし、もういつも本当のんきにのほほんって生きてるんですね。で、ここ数年はもうずっとそんな感じで生きてるんですけども、それで実際何か困ったこととかって起きないんですよ。で、実際に収入とかも、未来を心配して生きていた時よりももう全然増えてますし、もちろん仕事のスキルとか上がってるんで、もう労働効率も上がって、一日に働く時間とかももう今めちゃくちゃ短くなってきてるんですね。だから、今はほぼ毎日まあ、遊んでるっていうか、まあダラダラギター弾いたりとか、お酒飲んだりとか、まあ映画見たりとか、でこうやって YouTube の動画作ったりとか、まあ基本的には自由に生きてるんですね。で、まああと次に投資のことなんですけども、私もこれ何年か前はいろいろ投資しようかなって思ってた時もあったんですね。で、私の場合は投資でお金を増やそうってよりも、資産の分散と、あとは、まあ、好きな企業の応援っていう意味で、まあ、日本の企業に対して、いろいろ投資してみようかなと思った時はあったんですけど、結局何にもやってないです。で、まあ、今こんな時代だから、資産防衛を考える方が多いみたいなんですね。ただ、ちょっとこんなこと言ったら、あれなかもしれないんですけども、仮に100億とかそれ以上の資産を持っている方なら、この資産を株とか不動産に分散することを考えてもいいと思うんですね。というか、まあそれぐらいの資産を持っている方ならすでにそういう資産のこの分散の割合になっていると思うんですけども、でも数千万程度の現金持ってますってぐらいなら、そのまま現金持ってた方が多分いいと私は思うんですよ。で、下手に素人が株に投資するとかしても、この今たまたま株価上がってますけども、これってどこかでガツンって落ちるんで、で、投資経験のない方が、なんか変なセミナーとかに載せられて、下手にこの投資に手を出すと、多分高い確率で損をすると思うんですね。で、もちろんこれはもう自己責任なんで、投資をしたい方はすればいいと思うんですけども、ただ大切なのは、まあ、いつも伝えてますけども、そこにワクワク感があるかどうかなんですよ。まあ、あとは、投資の本来の意味ってのは、企業を応援するってのが投資の意味だと私は思ってるんですね。ただ今のこの資本主義の構造ですと、株主が一番上に来ちゃってるんですよ。要はまあ、株主優位になってるのが今の社会の仕組みなんですけども、ただ、これが、今後数年でこの多くの方の価値観が変わっていくことによって、こういった株主優位の構造自体が変わっていくんじゃないかなって私は考えてるんですね。まあ、つまりピラミッド構造が崩れていくイメージなんですよ。で、その時に多くの方が株というものの本来の機能というかこの目的に気づくんじゃないかなって私は考えてるんですね。で、もちろん自分の応援した企業がこの成長して、それでリターンがあって儲かったって風なら全然いいと思うんですよ。だから結局は心の矢印がどっちに向いてるかってだけなんですよね。で、今ですとみんな自分が得をすることを最優先に考えるじゃないですか。要は今だけ自分だけ良ければいいってマインドで投資をしようと思ってるんですよね。でも、この考え方自体が、もう新しい時代にそぐわないと思うんですよ。で、今のお金の仕組みですと、どこまで行っても、ゼロサムゲームなんですよ。これはまあ皆さんわかると思うんですけども、あなたが利益を得るということは、誰かが損失をしているってことなんですね。だから、自分のマインドが大事なんです。まあ、あとはこれは別の動画でも話していますけども、これからはまあ所有の概念とかもどんどんと薄まっていくと思うんですね。で、まあ確かにお金は大事なんですけども、でももうお金
自体がこの価値観として一番上に来る時代じゃなくなってくるんですね。まあ簡単に言うと、お金狂からまあみんな少しずつ解放されていくんだろうなって私は考えてるんです。でまああと、よく株とか FX って言うじゃないですか。でもこれももう日本語としておかしなこと言ってるなって気づかないとダメだと私は思うんですよ。で、株っていうのは会社の価値そのものであるとも言えますし、まあ投資をする方からすれば、まあ投資のための道具とも言えるんですけども、でも FX っていうのはこの通貨の差額で利益を出すための、そういったテクニックの話をしてるんですよね。で、多くの方は株も FX も両方とも自分だけ今だけ得をするための手段だと捉えていると思うんですけども、でも本質的なことを言うと全然違うじゃないですか。だから一口にこのトレードの手段として株と FX を一緒のようなものに考えている時点でもうそれマインドおかしいでしょって私は思うんですよ。でもちろんそれでも株をやるのも FX をやるのも本人がこれワクワクして楽しそうだなって思うならそれをやればいいんですよね。でまあここでちょっと参考になる話をしますと、例えば競馬の勝ち負けを予想するプログラムって昔からあるんですよ。で私は競馬とか全然興味ないんでやらないんですけども、でまあ今 AI があるんですけども、AI が流行り出す前から競馬の予想プログラムって結構いろんな方が開発してるんですね。でこの時に例えばあなたが自分がもうものすごく優秀なプログラマーだとしますね。であなたはついにもうほぼ 100% の確率で勝てるそんな競馬予想のプログラムを開発したとしますね。するとあなたはそのプログラムを使ってもう莫大な利益を出すことができるってことになるんですよ。で実際これやってる人はどうやらいるみたいなんです。でもこうやって成功している人はこんな人は絶対に表に出てこないんですね。でそれは何でかっていうと、もしもあなたがこの 100% 勝てるプログラムを自分で開発できちゃったとしたら、あなた自身がそれで儲ければいいわけなんですよ。だからそんな場合わざわざこの何百万とかの広告費を使って自分の開発したプログラムをこの多くの人に宣伝しようなんて、そんなこと絶対思わないじゃないですか。ってことなんですね。で、まあこの話はこれで、まあなんとなく伝わったのかなと思いますんで、まあこのから先はまああえて話さないことにします。で、まあ今コロナによってこのこれから経済がじわじわ縮小するのは、これはもうどう見ても決定事項なんですよね。だから、その結果として、もう少しずつみんながもう拝金主義から解放されるしかないんですよ。もうこの必死に働いて収入を上げようとこの努力をしまくることが、本当はそんなこと必要なかったんだってことに、もう気づく人は気づいてくるんですね。本当は私たちはもっと楽にもっと楽しく生きられるんだってことに気づいてくるんですよ。で、昨日だったかちょっと忘れたんですけど、スペインに続いてドイツもついにまあ、試験的みたいなんですけども、ベーシックインカムをやることになったみたいなんですよね。だからもう世界的にはそっちの方向に行くと私は思うんですよ。もう簡単に言うと、働かざる者食うべからずっていう、こういう言葉があるんですけども、この価値観自体が今後は変わってくるだろうなってことなんです。で、まあ、今、この資産防衛に躍起になっている人ってのは、どういう人たちなのかっていうと、極端な金持ち層らしいんですね。まあ、例えば資産が100億ありますとか、まあ、そんな人たちなんですよ。バカでっかいクルーザー持ってますとか、自家用ジェット持ってますとか、まあ、そういうレベルの金持ちが今ちょっとビビってる状態なんですね。
でもこれから経済が縮小していくにつれて、一番資産がなくなることを恐れているのがこういったあの金持ち層なんで、あのもちろん今たまたまコロナによって莫大な利益を出している超富裕層の人たちもいるみたいなんですけども、ただ今後はそういう方たちの資産から減っていくことになると思うんですよ。まあ、あの、なんでかというと、資産って言っても別に株にしても現金にしても金融商品にしても、結局は実体がないんですよね。もう虚像なんですよ。例えばこの今の株価ってもう全然実体経済に比例してないんですよね。で、これなんでかっていうと、もう今中央銀行がもう際限なく金融緩和してお金の総量を増やしてるからなんですけども、でもそんなことはずっと続くわけないんで、これどっかで行き詰まるんですね。ただその行き詰まったタイミングが来ても、我々のような庶民は何にもせずに普通にしてればいいんですね。で、仮にあの資産が1000万あります、2000万ありますとか、うちは年収3000万ですが、その程度は庶民なんで、それでも普通にしてればいいと私は考えてるんです。で、そのくらいの方なら、もう下手に投資とか考えずに、普通にしてれば大丈夫ですよっていうのが、まあ私の結論ですかね。で、もちろん今までずっと投資をしてきた人はそのままやってればいいと思うんですけども、将来が心配だからって、こういった心配が前に来るマインドで素人がいきなり投資を始めても、ほぼほんのうまくいくわけがないんですよね。だいたい心配とかそういった恐怖の想念が前に来ている状態で何かものを始めても、それはうまくいきませんよっていうのは、もう前の動画で何度かお伝えしていることなんですよ。まあ、あと最初の質問にもあった、あの、仮に預金封鎖とかが起きたとしても、まあ多分これ起きないと思うんですけども、そうなったらまあ、あの、資産を多分完全に守りきる方法は、まあないんですよ。で、まあ日本の場合は憲法を改正しないと、そもそもあの、預金封鎖とかできないようになってますし、まああとは仮に銀行が潰れても、まあ1000万までは保証されるようになってるんですね。だから私はもうこの辺も全然心配してないんですよ。で、まああとダボス会議で、あの資本主義のグレートリセットってもうお題目が出てるんですけども、あの来年のダボス会議ですね。で、まあだから資本主義の仕組み自体がもう変わっていくと言われてるんですね。でも今金融の中心になっている、まあ、あの中央銀行が、まあ、FRB とか日銀とかが、これがなくなるかもしれないんですよ。で、その可能性だって十分にあるんですね。でも、お金のシステム自体が、あの、もう完全に電子化されて、もう変わろうとしてるんですね。通貨がブロックチェーンの技術によっても電子化されたら、もうそもそも中央銀行いらないんですよね。で、私はそっちの方向に行くんだろうなって思ってるんですよ。で、プラス、世界はベーシックインカムの方向に進んでるようなんですよね。となると、これまでも散々言われてきた年金が2000万円必要ですとか、年金足りませんとか、その問題自体がもう消滅するってことなんですよ。だから私はそういう老後とかの心配も全くしてないんですね。で、あとは、あの、これも質問にあったんですけども、あの、住宅ローンを組んでる方が、今のうちにローンを完済した方がこのお得なんでしょうかって質問もあったんですけども、これもあの今借金があるなら借金をしたままでいいと私は思うんですよ。で、実際住宅ローンなんてみんな組んでるじゃないですか。だから例えばみんなで一斉にもうローン返せませんってこの100人中100人が全員で万歳したら、当然人数が多い側の方が立場が強くなるんですよね。で、そうなったらもう本当にもう金融止まっちゃうんで、もう政府が何とかするんですよ。で、アメリカの場合ですと、もうあっちはあのみんな貯金とか全くしないんで、もうみんな今住宅ローンを返せなくなってるんですね。だからそんな人たちに向けて、もう国がお金を出しますよってもうトランプさんが言っちゃってるんですね。で、あっちはもう本当ローン組んでる人の割合がはるかに多いんで、もう国がお金を出さないと、もう明日にでも金融クラッシュしちゃうんですよ。だから金融クラッシュさせないように頑張って今もうお金を出して、今もう必死にこのシステムを延命してるとこなんですね。まあ、というわけで住宅ローンがありますって方ももう
何にも心配せずにもうそのままローンを組んでてもらえばいいと思います。でまあちょっといろいろ話したんですけども、もう結論としては結局はもうまあ備蓄にしても投資にしてもまあ結局は自分で決めるのがいいってことなんですけども、あの私自身は何にもしてないです。でもちろん私は独身で子供もいないんで、もうすごく身軽だから、だからまあ気楽にしていられるっていうのもあるんですよ。で、子供がいる方とかはやっぱり子供を守るためにもいろいろ考えちゃうと思うんですね。だからまあそんな場合は、例えば紙おむつを余分に買っておいてももうああいうのって腐るもんじゃないですし、あの粉ミルクをちょっと余分に買っておいてもそれが邪魔になるようなもんじゃないんで、まあそういうのは全然いいと思うんですね。ただまあいつもお伝えしてるんですけども、未来に対する心配とか恐怖は持たない方がいいんですよ。まあ結局ここにたどり着くんですけども、それよりも今この瞬間を楽しく明るく上機嫌に生きてることの方がもう結局はそこが大事なんですね。まあなんでかって言いますと、今を楽しく生きる感情がそのままあなたの未来を作るからです。というわけで、あの今日もあのいつものオチにつなげたんですけども、今日もご視聴いただきありがとうございました。スピリチュアリストのノリでした。